だから要は誰もが支配されない社会っていうことなんです。個人の尊厳というのは一人一人の価値は同じですよ。誰が上で誰が下っていうのはないし、みんな人格が尊重されましょう。そうすると支配者がいない社会、つまり誰もが支配されない社会っていうことなんです。個人の尊厳っていう一人一人の価値は同じ。でそれを人間は生まれながらに自由で平等であるっていう言うわけです。権利として。これが民主主義の目的なんです。誰もが支配されない社会を作る。それは個人の尊厳ですから。それを目的としっかり明記します。だから多数決が目的なんじゃないです。多数決ってあくまで手段。その個人の尊厳を実現するため。だから民主主義というのは選挙制度のことですけど、民主主義、民主政治というのは選挙制度を取り入れていれば民主主義という。それはあくまでも手段。何の手段かというと、この目的を実現するためだよ。これ憲法学で明記されてる、しっかり。ということは民主主義の目的があるんです。しっかりした。で、その誰もが支配されない社会の実現という横にですね、根本規範、括弧人間の尊厳、まあ、個人の尊厳というのも一緒ですけど、根本規範というのは何かというと、これは犯してダメですよっていうことなんです。その社会において一番の規範ですね。それを犯したら刑務所行ってもらいますよ、死刑になりますよというものです。でそれは当然個人の尊厳ということになるわけです。誰もが支配されない社会っていうのは、人間は生まれながらに自由で平等であるという状態ですから、これ自由平等友愛の統合状態ってことです。自由だけでもダメ、平等だけでもダメ、友愛だけでもダメ。友愛っていうのは同胞意識っていう、人権ですからね。人類愛ってこと、動物に与える権利でもなければ、男だけに限定する権利でもなければ、人類に与える権利、基本的人権という、人権というんですか。人間は生まれながら自由で平等である。自由平等友愛というのが、誰もが支配、その統合された理念が誰もが支配されない社会の実現ということです。で、そうすると目的があるということは、現状認識というのが発生するわけです。目的というのは、例えばアメリカ独立革命、フランス独立革命、フランス革命が起こったときに、人間は生まれながら自由で平等であると言いました。個人の尊厳を実現しよう。でもアメリカには奴隷制があったわけですよね。でフランスでは女性には参政権がなかった。全然生まれながら自由で平等じゃないじゃないかっていうふうになるわけです。つまり現在と目的は乖離しているってことなんです。アメリカ独立革命、フランス革命で目的は掲げたけども、現在は全然違いますよね。だから現状認識というのが生まれるわけです。目的は理想である、現状はこんなもんだよということです。とてもまだ目的の実現には至って。ただその後歴史はどう推移してきたのかというと、選挙権という権利、社会的な権利で言えば目的に向かってるわけですよね。男女平等になったし、奴隷制もなくなったし、まあ、キング牧師の映画にもやってますけど、黒人は50年前までは選挙権が実情なかった。アメリカで選挙権が南部であったら 5% だけだった。黒人嫌がらせされて与えてもらえてなかった。50年前までです。でキング牧師たちが抗議権運動という形で立ち上がって、しっかり選挙権を与える事実上ということで活動して認められていくわけです。でやっぱ
キング牧師がどこに根拠を置いてたのかというと、アメリカの憲法です。人間生まれながら自由で平等である。それなら我々だって人間なんだから、しっかり選挙権を与える。まあ、日本もね、70年前は女性には選挙権がなかったです。なので、まあ、この目的から見た真理、現状認識というのが生まれるわけです。ここですね。で、アメリカがフランス革命を起こって、全然実現はされてないけども、それを達成していこうということで、男女平等、選挙権の範囲の拡大、社会権、私有権利など、様々な権利の拡大とパークの発展ということが行われてきた。なので、まあ、選挙という手段ですね、この線のところの上にあるのが、選挙は手段ですよ。この個人の尊厳を実現するためということ。選挙は目的じゃない。そして民主の核権利の発展ということが目的と現状から徐々に起こる。ということです。これが民主主義の原理を表した全体像。ただおそらく皆さんこういう形で民主主義の話を聞いたことはないと思います。なぜかというと私が作った図だからです。これは私が作った図なの。で、おそらく、まあ私いろいろ文献見ましたけど、こういう形で説明しているのはないですね。この図って別に普通の図なんですよね。だってしっかりこの憲法の公民テキストでも個人の尊厳が目的だ、民主主義は手段だって書いてあるわけだから、この目的でしょ。目的があるということは現在の状況、現状認識が発生するよね。で、民主主義は手段、選挙は手段で、あとこの目的に向かって方向性が生まれてくると。ところがこの全体像が西洋哲学、まあ、これっていうのは実は西洋哲学の発展の後で話しますけど、流れの中で出来上がっていた図なんですけども、この図がなかったんです。今は説明されてこない。で、その次の図ですね、弁証法を利用しながら目的への到達を目指す。弁証法というのはですね、まあ、どういうものかというと、正反合という形で発展していきますよというのが弁証法です。例えばこう、まずこれが正しいというのが正です。でそれに対して、いやそれは違うという意見が出る。じゃあそれぞれの矛盾を指摘し合って、じゃあどうして君はそう思うのか、私は これが正しいと思うのか、じゃあなんであなたは間違っているのかというところで話し合いですね、行われて、より矛盾の少ない合は生まれる。でさらにその合がまたこれは正になるわけですけども、それに対する反対が出る。で、また話し合われて、ここで合生まれる。で、またその合が正ということになるので、またこれが反、それに対して反対が生まれて、で、これで合ということで、正反合、正反合という形で、目的に向かっていく。この弁証法というものの原理が、社会制度的に取り入れられているのが、民主主義。議会制であり選挙です。例えば、まあ、今回あまりいい例ではないかもしれないけども、安保法案、ものすごい賛成反対ありましたね。もう100時間以上議会で議論した賛成反対、ね、まあ、それで合ができたのかどうかっていうのはかなり疑問がありますけども、一応もう議会制というのはそういう形で、正反合のこの弁証法の哲学が社会制度として取り入れられてる。
で例えば江戸時代とかね、あの君主制とか独裁制とかではこういった概念は政治の世界で使われない。だって北朝鮮では将軍様がこうだと言ったらなっちゃうわけですよね、政策として。それに対して反対を唱えるなんてことできないわけです。中国帝国でもそうだし、君主制、貴族制でもそうです。こういった正反方の弁証法のシステムというのは、矛盾をどんどん解決していって目的に向かっていくというのは、民主政治の下で制度的に取り入れられた。その一つは議会制です。でもう一つは選挙制度です。今回のギリシャもそう。緊縮、ヨーロッパが求める緊縮政策、賛成なのか、反対なのか。で、国民投票であるわけですよね。正反。でこうそこ、はい、この図は先生が作られたんですっていうことなんですけど、はい、そこでね、必ずまあ目的に向かって、その図だと、はい、右肩上がりに目的に向かってるじゃないですか。これはあるべき、あるべき姿です。これあるべきモデルであって、現実はまだその後で。そうそう、だから安保法案でも、果たして本当にゴーになったのか、はい、これはなってないんです。なぜかというと、そこには国民の意思じゃなくて、上の、もっと上の国際銀行権力の意思があるんで、国民が反対だって言ったって、で反対の声が大きくても、で憲法学者も理論的にはこのまま憲法違反だというふうに言ったとしても、無理やり押し付ける権力があるわけです。まあ、理想的な形今、そうそうそう、今理想的なあるべき民主主義のモデルを話して、まあ、こういう原理として、ね。作られてはいる。社会法人の尊厳が目的としてされて、選挙制度が制度化されている。で、選挙制度というのはこの弁証法の哲学に基づいているものだ。で、それは目的に向かっていく原理であるはずだ。ということなんです。ただ、それを別の形で悪用してしまっているんですよというのは、後でお話します。だから、議会制も選挙も、本来こういう目的を実現するために作られているんだけども、まあちょっと違う形になっているんです。で、その下の図、目的と現状を意識化し改善しようとする段階ですね。これは自由平等友愛真理というものがこう統合していて、そしてそれを発展するという図なんですね。統合された真理、自由平等友愛の相互発展なんです。これ何なのっていうことなんですけど、まずですね、目的というのを意識した場合に、これ人間は生まれながら自由で平等であるって言ってるんです。で、それは自由と平等と友愛が相互規制を作っているんです。まあちょっとこれはとっつきにくいかもしれないですけども、お互いにこう牽制し合うことになる。でこのバランスの状態が誰も支配されない状態。まず人間は自由である。自由と友愛だけだったらですね、ダメなんですね。人間は自由であるって言葉だけだと。それは人間は自由であるということは人を支配する自由っていうのも生まれてくる。で、人に支配されない自由と人の支配する自由っていうのがあって、でそれを規制するには平等が必要なんです。人間は平等である。人間は平等であるという概念が発生すれば、人を支配する自由というのはなくなるわけです。で、人間は平等であるだけでもダメなんです。平等というのは同じということですから、全てが同じという平等が適用されてしまう。学校の校則のようなですね、全て同じにしなければならない。で、同じ権利を持つという平等も当然発生するわけですね。人は平等。だから自由によって全てが同じという概念、まあ、毛沢東の文化大革命というのはですね、全部同じ服とか全部同じ髪型とか、そういった平等の暴走は自由によって規制されるわけです。自由があるとか、で人は同じ権利を持つという平等は自由からも肯定されるわけです。だって同じ自由を与えると、自由を保障するってことです。で、自由で平等であるだけだったらダメなんですよ。友愛がなくて。自由で平等で誰が自由で平等なんだって話です。動物と人間が自由で平等なのかっていうのも可能になっちゃうんです。自由で平等であるという概念。
人間は10年平等だよって言ってるわけです。だから肉を食べられるわけです。人間は動物の肉を。だって動物と人間は違うんです。人の肉は食べちゃいけないけど、人間動物の肉が食べられるのは人間は10年平等ですよ。言ってるわけです。当然動物と人間は違いますよね。人権というか人間に与える権利、人間自由と平等の権利を与える。だから誰もが支配されない社会というのは、個人の尊厳というのは、この自由と平等という概念が相互規制している状況。それによって初めて個人の尊厳という概念が形成される。でさらにこの自由と平等という概念から現状認識というのが生まれるわけです。でこの現状認識というのは、これはこの目的から見た真理なの。この目的から見て現在どういう状況にあるんだろう、どんな自由であり、どんな平等であり、どんな友愛があるんだろうっていう真理なんです。そうするとまず真理そのもの、真理というのは本当のことですけど、この目的によって真理は規制されるわけです。だってこの目的から見た現状認識なんです。それ以外の認識っていうのは排除される。それ以外の本当のことっていうのはここでは関係ない。例えばどっかの惑星のどういう本当のことなんていうのは関係ない。あと、まあ、田代正史さんがどうなったかとかそういうのも関係ない。あの非常にネットで今騒がれてるけどあのことは関係ないですから、ね、そういう芸能人のゴシップとかっていうのは関係なくなるわけです。必要な真理じゃないわけ。必要な真理というのはこの目的から見た現状認識。そうすると真理というのはこの10秒というから規制を受けるわけです。規制、真理に対する矢印です。一方で真理もまた目的を規制しているわけです。この10秒の利害というのは、それはことですよ。理想。でも現状はどうなんですか。現在の、本当の現在の自由を見てみましょう。平等の状態を見てみましょう。友愛の状態を見てみましょう。っていう現状ですから。リアリズムなんです、こっちは。こっちは理想です。そうすると、あ、現在あんまりお金の面で自由はありませんよね。平等も、まあ、同性愛の結婚は認められてませんよね。そういうふうな自由と平等という愛は真理によって規制されるわけです。真理から自由平等という愛を規制する矢印が発生する。だから目的を認識して、民主主義の目的を認識して、そこから即した現状認識、真理を意識化するとこの4つが相互規制のモデルになるわけです。でそこからじゃあこの目的に向かって現状を改善していきましょうというふうになると方向性が発生するわけです。その方向性はこの自由平等友愛真理の発展っていうこと、まあ、バランスの取れた自由の暴走でもなければ平等の暴走でもなければ情報意識、友愛の暴走でもない。ナショナリズムとか友愛は情報意識ですから国民主権っていうのが生まれるわけですけど、それがナショナリズムに利用されちゃったりするわけですよ。民主主義、それは違いますよと。相互発展の発生が生まれてくる。はい、この発展という意味合いがどういう、例えば自由が発展するというのはどういう形になってくるんでしょうか。例えばあの昔は天皇制を批判する自由なかったですよね。戦前はそれがもう天皇制を批判してもいいんです。不敬罪で逮捕されたんだけども、それは認められるようになりました。あとはさまざまな自由がやっぱ拡大してます、ね、例えば黒人も、黒人の人たちも当然自由は拡大しています。
昔は白人と同じバスに乗っちゃいけなかったんです。今乗ってみる。この心理が発展するっていうのは、心理っていうのは過去も現在も未来も、まあ、普遍のものっていう感覚があるんですけど、はい、心理がさらにこう発展していくっていうのはどういう感覚？これは科学技術を含めて、心理というのは科学技術の体系を含めて、現状認識というのは科学技術も含めてる。つまり世の中はこうなっているよね、地球はこうなっているよねっていうのは、その社会における現状認識の一部です。ということは、人間が今見えてないものがより見えてくるということでしょうか？まあ、そういうどんどん科学技術が発展してきて分かっていることが多くなってきている。一方で、どういった方向にその心理、科学技術を発展させていくのかっていうことなんです。それはこの目的に即した科学技術の発展ということですよね。個人の尊厳を拡大するための、実現するための科学技術の発展であるべきであって、それを逆に侵害してはいけないんですね。マインドコントロール技術とかですね、人間を奴隷にしてしまうとか、殺すとか傷つけるとか、そういうことに科学技術は使うべきではないっていう法則が導き出されるわけです。だってこの目的に基づいて規制されてるわけだから、心理の発展の方向性は。ということは、原発の方向性というのはマイナスという見方で、まあ、311に関してもそうですね、完全に。これが民主の原理になるわけです。で、この原理を崩壊させることが社会操作の基本になる。民主主義における社会操作の基本、人権と民主主義を掲げてるわけですよね。この権利っていうのはね、個人のその権利の実現、基本的人権です。重要な信念で、民主主義を達成するための選挙制度を取り入れているにもかかわらず、なぜか我々の民意は無視されている。なんかいろいろ不都合なことが、いろいろ TPP も含めていろんなことが起こっている。生活が悪化している。なぜだろうというと、この原理を働かなくさせるための仕掛けがあれば、この原理を掲げながら、憲法で認めながら、それが無効化してしまうのがあるからです。それは次のページ、2ページです。目的を一番上ですね。目的を無意識化すると、全ての項目が無意識化しちゃうんですよ。これ簡単なんですよ。この原理を働かなくさせる、憲法で認めながら。それはこの目的である、誰もが支配されない社会の実現というイメージを世間から無意識化させちゃうんです。世間に意識化させなきゃ。そうするとここがぼやけちゃうわけですよ。で、実際今の日本人に民主主義の目的は何ですかって言ったら、いや、多数決で決めることですよ、そういう話になる。ということは、ここの目的は無意識化されちゃってるわけです、イメージが。ここが、目的が意識されないとどうなるか。この縦軸の目標軸と横軸の時間軸が、これなくなるんです。目的がない、これなくなっちゃう、意識がされなくなる。で、当然この現状認識というのもなくなるわけです。だって何に対する現状認識なんですかっていうのもなくなるんだ。その目的に対しての現状認識ですよね。でもその目的が意識されないんだったら、現状認識なんてなくなる。そこを一番教えないとですね、目的をともかく教えないと、はい、そうです。最初の教育からも全然最初から教えないと、はい、いうことを徹底的にやってるってことですね、今。そう、教育が、はい、そういうことですね。そうで、現状認識もなくなる。何に対する情報が必要とされているのかというのがぼやけでしょ。で、そうするとこの矢印ですね、目的を達成するための手段っていうのも
なくなっちゃうんです。選挙は手段なんですよっていうのを、選挙は目的になる、勝つことが目的、とにかくだって民主主義は多数決で決めることが目的なんだからみたいな話になる。手段なのにそれは、それ気づきませんよね、なかなかね。そうなんです。今言われて、あ、そうだっていうね、その選挙という手段が目的になっちゃう、勝っていいんだ、手段の目的化です。だから公約なんかいくらやってたっていいんだよ。 TPP 反対って自民党言って当選したんですけど、もう完全に無視してます。それは、ね、勝ってはいいんだ、またどうせ忘れるってなっちゃう。であと方向性もなくなるわけですよね。10秒といわゆる心理のバランスの取れた発展っていうのがなくなるわけです。だって目的がない、方向性なんかない、方向性は欠如する。だから今日本は何を目指しているのか何も分かんない。とりあえず経済成長アベノミクス万歳ってこと言うんだけど、ちょっと先生、はい、ちょっとまた後から答えがね、いろいろ先生お話しくださったかもしれないですけど、はい、結局そこの目的が今ぼやかされてるから今あるじゃないですか、はいはい、ぼやかされてるから今があるのか、どうしてもその国民って、まあ原発反対側には分かりやすいですけど、はい、原発を稼働させることで仕事になって収入があるっていうね、人たちもいるわけですよ、はい、そこの収入生活があるからどうしても原発は賛成しなきゃいけないっていう目先のことで、はい、例えばじゃあ自民党に民党党首の方を含めてですね、はい、まあ、ぼやかしたからそうなっちゃってるのか、目先の生活もあるからそうせざるを得なくてぼやけてきてるのか、どっちが先なんですか。どっちが先。私はぼやかしてるのが先だ。ぼやかしてるんですよ。だって習ってないんですよ。この図がそもそも存在しないし、目的がそもそもイメージ化されてない。だから最初そっちが先です。でこれは実はアメリカもヨーロッパも同じです。アメリカ、フランスの国旗は10秒の祝いですよ。とは言っても、まあ、フランス人でもおそらく意識、あまり意識化されてないんじゃないですかね。ここは元祖フラン、元祖である。まあ、アメリカ人は当然もされないですけど、まあ、日本もこういうの与えられた、日本国憲法で与えられたんですけど、まあ、こういう原理はあまり意識化されてない、教わってないんですよ。いや全然教わってないじゃないですか。だからそれはあのイメージ化させないってことも知ったけど、もちろん個人の尊厳というのは目的であるとは言うんですよ。でもじゃあそれってどういうイメージなんですか。イメージできないんです、うんうん、人によって全然定義が違ってきちゃってます、まあ、あれですね、歴史の問題もそうですし、韓国とか中国とか、ね、朝鮮との問題もそうですけど、全てやる人たちもみんなそうですけど、はい、教科書から親から聞いたこととか、はい、残された資料からしか知らないし、はい、米軍基地だってアメリカにあの沖縄を見に行ったこともないし、はい、ニューヨークのテロも東日本もその場で見たわけじゃなくて、メディアを通して知っていることが自分の中の全てですよね、やっぱね。そうですね。なんか変な国ですよね。いや、日本は変な国なんですけど、でもそれは日本だけの問題じゃないんですよ。この今のギリシャ危機を見ればヨーロッパも変なんです。でアメリカもものすごい変なんです。あの本当にそれはじゃあ何で変なのかっていうと、こういう仕掛けが大規模に国際銀行権力によって仕掛けられてしまう。でそれを仕掛けたのがやっぱ通貨発行権を牛耳って学術を牛耳ったんです。アカデミズムで西洋哲学をやっぱり大規模に応用して、こういうことを意識化させないようにしちゃったんです。根源はそこですよね。そこです。で、まずあのこれを無意識化する方法というのは、まず目的をイメージ化させないことですね。でもう一つは別の目的を意識化させるんですよ。資本主義の社会において成功しましょう、お金を儲けましょう、そういう方法に意識づけさせる、勝ち組になりましょう。あとは宗教ですね。宗教の目的とか、そういう方向を意識づけさせる。あとは、まあ、あれさんが言ってるように世界一あのジャパンズナンバーとかね、クールジャパンとか、ね、まあ、そういう方向です、ね、だから別の目的を意識化させてしまうんですよ。でもう一つは、価値相対主義。価値相対主義というのは、まあ、皆さんこれで一見みんな納得するんです。
皆さん考え方が一人一人違うんだからその意見を尊重しましょう。その意見の違いに上下はないです。これ民主主義の基本ですよねって言われて、あ、そうだねってなるわけです。でもその価値相対主義っていうのは結局目的を無意識化させちゃう。だって憲法でしっかり定義されてるんだ、民主主義の目的をここに個人の尊厳を実現する。でこれを侵害したら逮捕しますよ。人の自由や平等を侵害したら刑務所入れますよってこうなってる。一見いいこと言ってるように見せかけて、実はそこには尊厳を無視してるっていうことが起きてるってことでしょう。尊厳もなんか無意識化されちゃう。価値相対主義なら、あなたの言ってることは正しいですよね。正しいというか、まあ、あなたの言ってることは認めます。それを認めるんですよ、当然。別に個人の尊厳も目的として意識化されて、それは認めるんです。これを否定する理論も認めるんです。ただし価値相対主義が拡大していくと目的が無意識化されちゃう。その社会に目的というものがないようになっちゃう。この3つですよね。イメージ化させない、別の目的を意識化させる、価値相対主義を広げる。これによってもう無意識化が行われてしまう。でこの原理がなくなってしまう。そうするとこの図の2つ目になるわけです。2ページの真ん中の目的が無意識化すると真に自由に踊り上げの権利が価値相対主義の定義をもうちょっと明確に、価値相対主義、価値相対主義というのは価値はそれぞれが平等です。価値に上下はない。だから個人の尊厳を否定するのも意見を当然言ってもいいし、それも個人の尊厳を守るというのとまた同じ同等の権利、同等の価値がある。それは価値相対主義です。ファシズムの理論も人種差別の理論もそれは等しく認めるべき。それが民主主義でしょうっていう話になっちゃうわけです。で民主主義というのは言論自由を認めてますから、ね、それは認めざるを得ないです。そうするとこれが無意識化されちゃう。それがここの目的がイメージ化されない中で価値相対主義を広げていけばそうなんでしょう。で、図の2つ目ですね。目的が無意識化すると真に自由平等の権利が分裂します。まずこの目的が誰もが支配されない社会っていうのがこの真に自由平等の総合規制なんですから、この目的が無意識化されればこの権利が分裂します。あるだけ権利があるだけ総合規制の状態がなくなっちゃう。もちろん自由の権利、平等の権利、友愛の権利がある。しかしそれは権利として憲法に羅列されているだけの話なんです。で一方でこの現状認識という真理ですね、目的に即した真理というのはこれはもう完全になくなるわけです。何に対する真理かというのはないわけです。だから民主の真理の無意識化が起こる。そうすると権利の羅列だけで、その権利の羅列に基づいて各個人が各々に権利を行使していく、欲望に基づいて個人主義という利己主義いいんですか。利己主義、利己主義、利己主義。だから個人主義っていうのはこうですよ。この個人の尊厳の目的を実現するっていうところに立脚するのは個人主義だけども、利己主義になっちゃう。簡単に目的が失われると、権利の羅列しかないから、各々が勝手に権利を行使していくだけなんです。自分の欲望に基づいて。だ日本は今までは違ってたっていう見方でいいですかね。で西洋文化が入ってきてこう利己主義になってちゃった。それはまた原理が違うんです。江戸時代は江戸時代の原理があったけど、今その民主主義の原理の話をしている、ね、で民主主義のもとでなぜマネに支配される社会になってしまっているのか、民主主義と基本的人権を掲げているにもかかわらず我々お金にどんどん支配されていく、ここに誘導されているのは何かというと、個人主義から利己主義にするんです。で利己主義にして勝ち組になれる人とか儲かりますよとか、そういうことを刺激していくわけです。
彼らがマスコミとか牛耳ってるから。でそれに基づいてもうじゃあ小泉さんの構造改革を支持しよう、安倍さんアベノミクスを支持しようとか、そういうふうになってる。でその結果格差がものすごい広がりました。アメリカのもその最大のものですね、うん、だから個人主義を崩壊させる理由なんです。で利己主義にしよう、あとは真理がなくなりますからね。どんな真理が必要されているかっていう概念がなくなっちゃうんでカルトが起こる。カルトっていうのは真理っていうものをすごい強調します。オウム真理教とかそうだけど、この教えが正しいんですよ、聖典とか。でこの人々が何に即して考えればいいのかという基準がなくなるんで、各々が勝手にオウム真理教のに即した真理を、そういう話になっちゃうんですよ。カルトが起こす。だからまあここに公明党の創価学会の人がいたら申し訳ないんですけども、まあ、今回は散々利用されてると思いますね、今の安倍政権に。それは公明党の心理というのは創価学会の心理だからです。この心理は別に個人の証明なんか関係ない。創価学会の教義に基づいた真理なんで、彼らにとっては政治なんかよりも自分の指導者とか教義の方が大切なんです。だから平和の党とか言いながら、なんであんなものに賛成するんですか。いやだってそれは指導者がそう言ってるから。そうですね、そうなの。で、その一番下ですね、民主の真理に述べてこなかった西洋哲学と。これですね、民主の真理というのは要はこの現状の目的から見た現状認識のことなんですね。これ西洋哲学述べてこなかったんですよ、本場なんで。この誰も支配されないというところから見た現状認識という概念を一切述べて、じゃあどんな真理を言ってたのかというと、まあ、例えば神が存在するか否かっていう真理とかですね、あとはまあ存在とはどういうものかとか、あと科学に対する真理とか、あと豊かになるための真理とかですね、まあ、そういういろんな真理をこう考えてきたわけです。ただこの目的に基づいた真理という概念は西洋哲学すっぽり抜けちゃう。でなんでそういうふうになったのかというと、これはキリスト教から来ることなんですけど、ガリレオ裁判とかね、昔ありました。ガリレオ・ガリレイというイタリアの科学者が16世紀に地球が中心で太陽が周りを回ってるとそれまで思ってたんだけど、実は太陽が中心だ、地球はその周りを回ってる、だ天動説から地動説っていうことを唱えたんですけど、それはローマカトリック教会はふざけんなって言って弾圧したわけです。で家計に処されちゃった人もいるわけです、殺されちゃった人、まあ、ガリレオは生きてた、生きることができたんですけど、殺されちゃった科学者も。そういうことで科学とつまり真理と価値っていうのは別ですよというふうに分けた西洋のアカデミズ。価値っていうのはキリスト教がやってください、我々は科学は価値にはタッチしませんと。ただどういうふうに実際動いているかだけを調べてますよと。だから価値と真理が分離したんです。まあこっちは価値ですよね。誰も支配されない社会を実現しよう、価値。で真理っていうのは現状認識ですけど、その目的から。そういう発想が生まれてこない。価値と科学を分離しちゃった、真理を分離しちゃった。それがずっと続いた。で、まあ、そのキリスト教の影響力がなくなるのがフランス革命ですけど、フランス革命って完全にキリスト教は否定されましたけども、政治の世界から。ただフランス革命で何が起こったのかというと、今度銀行権力が権力を握っちゃった。それまでのローマ教会や貴族たちが権力を握ったのから、権力が銀行権力に移動したんです。
だからフランス革命によってできたフランス政府は通貨発行権持ってないんですよ。銀行家たちがずっと使ってた。その中で銀行家たちはやっぱこの原理を伝えなかった。その価値と真理を分離させた。それをずっと続けてきた。その後ではこれに関してはですね、昔から実は一部の西洋人に指摘されてきた。価値と真理が分離している。史上最強の哲学入門というところにですね、こう書いてあります。本には、西洋哲学は現在に突入し、究極の真理なんて本当にあるのか。究極に真理に向かって人類が論を積み上げてきたのは実は幻想なのではないかと会議するみたいに、今まさに転換点真っただ中に。とはいえそれは歴史的にはつい最近のことであり、西洋哲学という現象を大きく眺めた場合、およそこの階段型の運動で出来上がってきた。まあ、この階段型ですね、弁証法に基づいてはいろいろ論じてきたんだけども、究極の真理って言ってきたわけですよ。今西洋哲学、究極の真理なんて本当にあるのか。ないですよ、究極の真理。西洋は全ての体系を説明できるのが究極の真理だって言ったんです。全ての体系をできる説明できるものだってないんですよ。何の真理なのかっていう、何のっていうのが重要なんですよ。だから民主主義の真理、そういうのがあるんです。でそういったことに対して懐疑的になっているってことですね。実は幻想なのではない、究極の真理に向かって。それはその通りで、コリン・ウィルソンという、まあ、この人は哲学者なんですけども、この人はですねこういうふうに言っています。意味と価値の分離についてです、将来の世代は20世紀の前半を無意味の時代とするだろう。無意味、意味の欠如感、目的の欠如感が我々の文学を、美術を、哲学を支配している。宗教の提供した確信が今や失われ、決して他のものによって置き換えられることはないだろうというのが一般の気持ちであり、科学は我々の実際的な問題を解決することによって内面の空白を一層痛ましいまでに際立たせることができるばかりだ。この目的感覚、内面の方向において、西洋文明は少なくともここ100年の間は大損失を被りつつある。ということは自明のことと思われ、西洋文明は完全に破産するまであと幾ばくかの寿命があるかが対象となっている。まあ、要はここで言ってるのは、宗教が提供してきた目的というのがなくなってしまった。そのせいで目的感覚、内面の方向によって西洋文明は少なくとも500年の間は大喪失を被りつつある。まあ、これがここ100年って言ってますからね。まあ、フランス革命ができてからの話ですけども、ずっと価値と宗教は目的を提供してきたんだけども、それがフランス革命によって政治から追われたら目的がなくなってしまったと言ってるわけです。民主主義のことであるはずなのに、つまり意識化されてこなかったと西洋哲学によって。それはわざと僕がやってきた。あ、すいません、フランス革命で民主主義が成り立ったんじゃないんですか。そうじゃない、成り立ったんですけど、はい、権利しか与えなかったってこの民主の原理は教えなかった。その途端にも目的を無意識化されちゃった、はい、できたと同時に、そう、なんか銀行権力は握ったんだよ。でこの理論っていうのは与えないです、ね、フリーメイソン。あ、そうか。10秒で。そうですね。でフリーメイソンっていうのは、まあ、フランス革命、アメリカ革命の立役者です。主役です。だからこの理論に基づいて革命を起こしたんだけども、フリーメイソンっていうのはそもそも銀行家たちによって支配されてる。
だから彼らは、まあ、頭がいいんですよね。あの一歩先行き合理主義、一般の合理よりもさらに上の合理、合理主義で、そこのさらその上の合理主義に関しては教えない。だから自由平等いわゆる権利を与えますよ、やったってなるわけです、フランス革命。でもこれ統合権利は教えない。で分裂させて銀行権力が操作できるように、利己主義にしてしまえばマネーの支配者が管理できるさっていうのを計画的にやってきた。僕は考え